こんにちは、しおです。今日はコーエンとポロのコラボアイテムで春のルックブックを紹介します。それではスタート。さあ、今回ね、このユナイテッドアローズ系列のコーエンとポロブリティッシュカントリースピリットのコラボの商品なんやけど、そのポロブリティッシュカントリースピリットっていうのがどういうのかっていうと、1968年にスタートしました。人々の生活をもっと楽しくハッピーで充実したものにをテーマに、英国と日本で共通するいいものを長く大事にする精神を大切にしながら、英国人が日頃からオンの都市生活とオフのカントリーライフを謳歌するようなライフスタイルを通して新しいポロファッションを提案していきます。ということで、大好きなポロとコエンさんのコラボのルックブックを紹介していこうと思います。スタート。1コーデ目はじゃん、街にお出かけする時のコーデ。ワンピースがオックスシャツワンピースライトブルーの7000円、これがフリーサイズ。今ね、私シオカジュアルから大人カジュアルに絶賛向かい中です。そんな私に、そんなみんなにぴったりなワンピースです。シャツワンピースってさ、結構子供っぽくなりがちやんけど、これはなんかそうならんくて、なんでかっていうと、まず首がさ、スタンドカラーでこうすっきりしとって、シルエットがね、こんな感じでストーンってまっすぐ縦に落ちとって、身長158センチなんやけど、結構ね、丈がね、長めないね。やけん、シャツワンピースの中でもよりクリーンで、なんかすっきり女性らしい印象で着られるシャツワンピースです。生地感はね、結構本当にしっかりオックスやけん透け感もないし、サイズ感は結構身幅もしっかりあって、肩が落ちとってゆったりで、見て背中にね、こんな感じでタックが入ってるんよ。だけど後ろから見ても可愛い。そしてなんといっても、これはコーエンとポロのコラボですから、ここにポロのロゴが入ってます。ブルーにこのネイビーのロゴ、この配色めっちゃ可愛いよね。めっちゃ可愛いよね。もうこれ、なんか脱げんかった。これ一回最初着た時好きすぎて、でしっかりちゃんとポケも2つついとって、でこのポッケの下にね、ここにタグがついてます。で合わせたのが、ちょっとブルーの少し明るめの春らしい色のワイドなデニムと、あと靴も、これはやみつきバレーシューズブラック。これめっちゃ可愛くない？これめっちゃ可愛いよね。これこのスクエア2の絶妙な、この上品で華奢な感じがもうちょうどよくて、形がで、このね、リボンの先にさ、このまたこれがついてるのが、よりなんだろう、都会的というか、スタイリッシュに着るときにすごくいい。てかこのね、今回着るコーデ、ほら、ポロは都会的でカントリーライフでみたいな、どっちもやりたいんやけど、その都会的な方の時にこれ全部に本当に合うので、合います。でしかも履き心地もグッドで、ブラックのシューズに、ブラックのカバンにカチューシャを最後につけて合わせました。でなんかこう全体的に見たら、こうサラッと着てる感じなんやけど、こうやってちょっと手首とか、こう女性らしい部分を首とか出してあげて、アクセサリーをこうブレスレットとか指輪とかネックレスとかをつけてあげるのが、結構自分的にはポイント。え、よくない？この声でかっこよくない？そう、めっちゃ気に入っとるんやけどということで、次この同じシャツワンピースを使って2コーデ目、コンポイ。2コーデ目はカフェで過ごす休日コーデ。ポン！さっきとはちょっと印象を変えて、ブラウンとかベージュ系、暖色系でまとめてナチュラルに着てみました。かわいい。で丈がストンってこう長いので、ちょっとね、腰のところら辺からボタンを開けて、なんか縦のラインが綺麗に見えるように着てみました。ブラウンで合わせるのもめっちゃ可愛くない？さっきはよりスタイリッシュ、かっこいいって感じでね、前髪とか上げて、こっちはよりナチュラルに。飛行機通りました。鳥が飛びました。着てみました次、3つ目は、実はね、このワンピースあと2つ
色違いがあるんやけど、このストライプのカラーとで、こっちはねホワイトなんだけど、見てワンポイントが赤なんよ。また可愛くない？ということで、今からこのホワイトに着替えます。参考で目は色違いの白を着てみました。これでさ、春暖かくなってきたら牧場使い行きたくない？ソフトクリームとか食べたい。なんで牧場のソフトクリームってあんな美味しいんやろね。次、見てチューリップ、スーパーで買ったと可愛くない？4コーデ目は公園デートコーデ、はい、トップスがこのハーフジップの、もうこんなの待ってましたって感じなんだけど、ハーフジップのグレー、このクルーネックタイプのハーフジップ、結構さ、なんかほらみんなお店でこういうのをいっぱい今見ると思うんやけど、なんか首が結構高い、襟高なスタイルのものが多いやん。だけなんかそういうの着ちゃうとこう首が詰まってるように見えて避けとったんやけど、これやったら首もすっきりね出るけん、よりなんか女性らしい印象で着られるし、あとはさ、今からみんなもうあの冬なんだって分析されてんね。で、そうだけすぐ春が来るやん。だよりなんかこう首が見えた方がとっても春らしいというか、そう、すごい女性らしくも春らしくも着られるスウェットです。もう本当に可愛いよこれ可愛くて、あの生地感はこんな感じで柔らかくって、これ色グレーで他にもあるんやけど、あっとって見せてるね、ちょっとまだらになっとってナチュラルな感じで、生地感も柔らかくて着心地すごく良くて、もうこれも脱ぎたくないやつなんですけど、もう全部脱ぎたくないけど、サイズ感はこんな感じで、本当に身幅もゆったり裾でもゆったりやって、だいたいねお尻が隠れるくらいの長さです。で、袖まくらんやったら長さもぐらいね。で、早く言いたかった、これのね、このスウェットのキューポイントがありまして、もちろんね、ここにはい、ポロってロゴが入ってますね。これに加えてですね、なんとこのね、手元にも刺繍が入ってます。可愛くない？これ手元にあるのがいいね、こう自分で見るたびにこうキュってかわいい。あ、でね、その他の色もあって、このホワイトとブルーホワイトはブルーのロゴ、手元の刺繍もブルーで、でこっちのブルーの方は赤い刺繍で、手元の刺繍も赤、白もすっごい爽やかで、ブルーは結構目を引くね。はい、こんな発色展開です。このハーフジップとスウェットに女性らしくちょっと可愛い感じで白いスカートと、ちょっとねこうナチュラルな印象にしたかったので、あのこのいつものお気に入りバッグを合わせて、このハイカットのイエローのスニーカーを合わせました。で、なんかちょっと可愛らしさがあった方がいいかなと思ったので、ここにピンを、白いねピンをつけて前髪をアップしてみました。公園行きたい。次はこれをもっとスタイリッシュにかっこよく着ちゃいます。はい、5コーデ目はカフェでお仕事コーデ。また全然違った印象で着てみました。どうとさっきのスウェットにまた春らしいデニムを合わせて、シューズはやみつきバレーシューズ。これ本当にね、言ったやろ最初に、本当に全部に合うよ。で、バッグはまた黒いレザーのバッグを合わせて、カチューシャをね、つけました。で、いつもね、お仕事するときはこうヘッドホンをつけてお仕事するので、ヘッドホンをかけました。そう、あの、なんでこれをお仕事コーデにしたかっていうと、見えるよね、ここ手元にね、この可愛いさっきのロゴ、これがね、ずっと見えるわけですよ、仕事しているときに。幸せじゃないですかでやっぱこれもさらっと着とるけど、やっぱりアクセサリーをね、ちゃんとこうやって見せるのがポイント。
なんかこういうやっぱカジュアルな服を着る時のこういうなんだろう素材感がさやっぱり柔らかかったりこう天然素材のその素材感ってあるじゃん。なんかその質感にこういうねちょっとキラキラしたきらめきとかが素材違いであるとよりカジュアルやけんこそなんかそういうのがこう際立ってコントラストでグッと垢抜けるというか上品さみたいなのが際立つ。でここちょっとハーフジップとかここ開けてもいいよね。あ、ダメだ今ヒートテック見えたあとこのねちょっと絶妙あまた後半失礼します。この靴下の色をねシルバーにして見えるか分からんけど足元見た時にあシルバーキラキラハッピーみたいな感じでシルバー合わせました。じゃあ次が最後のお洋服です。春のスペシャリティボーダーコーデ親子ボーダー T シャツのホワイトにこれがねあのね見て可愛くない？すごいリズミカルななんか太いのと細いのがこう並んであるようなボーダーで、ね、めっちゃチャーミングやない？なんかこの感じと配色といい。そうでこれが公園のオリジナルのボーダー でね他にもね色があってねとても可愛いやろ。見てこのベースはさとってもなんかポロらしいカラーでそのボーダー入ってるのがポ公園ポロと公園混じってポーエンじゃあ公園のシーズナルカラーでこういうピスタチオとかなんかパッと春らしい明るい色ピンクとかが入ってます。でねこれね見てほしいのがさロゴの色がこっちはなんかあのネイビーが入っとってネイビーでそのままかわいいやん。こっちはなんか見てピスタチオにこうオレンジのこの配色めっちゃ可愛くない？この配色ねえ三兄弟生地感は結構しっかりしとるけど柔らかくてもうもちろん着心地グッと。サイズ感はこんな感じ袖は長めで身幅も結構ゆったりあって肩も落ちてくる感じ。お尻は自分のお尻の位置参考にならんかもしれんけどお尻は私のお尻が7割ぐらい隠れるぐらいの丈感です。こんな感じリブがスウェットちょっとスウェット的な感じでリブが入っています。でここにもポロのタグが全部ね一緒なんだけどついています。でこれにボーダーってめっちゃ可愛いけどめっちゃ可愛いがゆえに可愛いボーダーはさやっぱ結局さデニム合わせが一番可愛くない？でもけどやっぱどうしても幼く見えちゃうけんこう黒の小物で締めてカチューシャつけてこう前髪を曲げて大人っぽく見えるようにコーデしてみました。やっぱこのちゃんと全部着るね。でこっちクールでこっちはめちゃくちゃかっこいいやん。なんかこう見るのと着るので全然違うんやけど、なんかショートヘアにすごく合う気がするこのスウェット。やっぱほらこのオレンジのロゴが可愛いよね。いいじゃんいいじゃん。あ、待ってこっちもいい。またパッと明るくて春らしいんだけど、なんかこの入ってる色がさこう紫ラベンダーみたいなカラーやけなんかまた大人っぽい感じになって、こっちも可愛いで、待って全然今回このポロと公園のコラボアイテムにこう合わせたアイテムは本当多分みんなが持ってるやろうなっていうベーシックなアイテムを多めにこう選んでコーデを組んでみたので参考になると真似をしやすいと嬉しいです。そうあと紹介した服自体が今回すごい主役になってくれるというか一枚でパッて生えてくれるようなものばっかりやったけんなんかみんなの春のワードローブの主役にこの服たちがなってくれるとすごく嬉しいです。お揃い報告も待ってます。みんなも気になったらぜひ概要欄に詳細を載せているのでチェックしてみてください。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。2024年もみんなよろしくお願いします。バイバーイ。